3月28日木曜日ニューズオプレードアンカーの町田やかですそしてアシスタントは佐藤由紀ですよろしくお願いしますよろしくお願いします本日のゲストは元労働大臣の山口敏夫さんよろしくお願いいたします書術家の本間隆さんよろしくお願いします解説員は東洋大学教授の薬師寺克幸さんですよろしくお願いします新年度予算が成立しました 2019年度予算案国会で可決・成立一般会計の総額は初めての100兆円超えということでした主に消費税の増税に対する景気対策だったりそれからまあ目玉として挙げているのが幼児教育の無償化ですねと、うんはい、いうのがまあ,あると思うんですけどその一方でやはりその社会保障費の増大、まあ、高齢者がこれから増えていく中で社会保障費がかかっていくという中でのまあ100兆円を超えたということだと思うんですが、まあ、労働大臣を務めておられた。そして最近は認知症について ついても取り組んでいる山口さんなんですが、このあの今回100兆円を超えたということに関してどのように考えていらっしゃいますか。まあ100兆円の予算の中にね、あのだ男女賃金格差ね 25%2 兆5000億円がたとえ5%でもね、その予算化されたり。 あのまあ、政策の中に取り入れられたりあるいは、えーまあ、全ての働く人たちですよねサラリーマン、うん、もちろんのこと、うんまあ、農業関係者、ね、漁業関係者も含めてねやっぱりあの必要経費がたとえそうですね、まあ、5%、うん、であれ、ね えー、あるいは10%は理想的だけど、うん、まあそういうね政策をが議論されたりあるいはその百100兆円超えたわけですからね、まあ、そういった点における配慮等があればアベノミクスもね、あのー、これやっぱり成功率のうちに、あのーまあ、景気の低迷停滞を、ね、招くまでもなく。 あの一定の成果を上,上げていたんではないかというふうに思いますけどね、うん、まあこれもまあ自民党与党が悪いというよりもあの戦後70年の、ね、歴史の中に議会政治の中において、うん、まあ今の野党はまあ最低最悪のレベルの野党ってたからね、まあ、しかそういうことを期待してもまあ仕方がないんだとは思うんですけどね。うんうん 今山口さんの最低最悪の野党だというふうにおっしゃってたんですけど、どこら辺が特にそのように感じますか？いや、それはあの私はね、要するに世のため人のために何かしたいと思ったらですね、えー、何も一市民国民であってもその口座集をねあのととげることができると思うんですね。しかし政治家として国会議員として世のため人のために尽くしたいと思ったらね。 やっぱり権力というものをきちっと手中に収めるとか手の中にないんであればそれを倒してでもその自分の手中にえねその勝ち取るとかっていうまああのそういう闘争そういうものがなければあのまあ国会とか議会制民主主義といってもね あの何,の意味何の空気の抜けたねあのな,なんとやでだから要はねあの、まあ、まあ戦う意思もなければ例えばあの横畑ねあのだから縦畑かしらんけど法制局長官の,あの国会予算委員会における、えー、とんでもない発言があったですよね。 これ法政局長官といえばな薬師さんなんかもあだけど歴代総理大臣がね土下座してもねうんと言わないねそういう憲法の番人でずっと貫いてたのにねあの変なのがあの出てきてさ横,横畑が出てきてあの去年のなんか憲法改正に準ずるぐらいのなあの。 海外出兵とかいろんなね武器輸入とかあの言ったけどそそあ,あのねあの法制局長官をあのそれはもう国会止めてでもねあの首取らないような、ね、野党じゃねこれ誰ももう、うん、<laughs> 国民は政治を全部知ってるわけじゃないけどそういうことをどん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 。 我々から言われる話を聞いいた国民はねね野党に投票しないよ、ねうん、だ今私が一番念願としてるのはもう安倍一家はほっといてこの参議院選挙では31か2の小選挙区であの野,野党を落とす会ってのを作ってね全員落としてやろうと思ってるの <laughs> <laughs>、うん、いやその方がねだから小沢一郎さんにも言ったわけ、ね、あんたね国民なんだ民主党と立憲民主党とね、うん 仲いさせようとして一生懸命ね仲良く仲良く言ったってあ全然ダメなんだからね <laughs> もうあいつらねもう尻でもた叩くようなねガキと思ってもう相,相手にするなって言って、ね、<laughs> それで刺客を置く運動に <laughs> こちらにさ行動を一緒にしようじゃないかって、まあ、言ってるんですけどね<ー>どうですか <laughs> そういう運動に参加しませんかね。 大学教授です。こ <laughs> れは難しい話です。<laughs> <laughs> おまさんいかがですか。うん、これね、あのもうもう本当にここ10年以上の毎度の話なんだけど、結局これその100兆円超えたとか言ってもね。 その財源は、あの三分の二ぐらいしかないわけですよ。うん、で、だから三十日今回も百兆円超えてるけど、三十二兆円は新規国債で賄ってるわけじゃないですか。うん、これで、まあ、要するにとにかく借金で回してるわけだけど。これ、なんかね、今年なんか、なんかすごく異常だなと思ったのは。もう、なんか野党も、もう、この、その、この体質。になんか、慣れきっちゃってて。 なんかほとんど批判し,、まあ、し少しはしてると思うけどでなんか国会もねこの,新この予算案結構すんなり通っちゃっててねなんかこんなのやってて本当に大丈夫なのかって,っていうか大丈夫じゃないよっていうね、うん、話があったはずなのになんか最近その話もなんかこうあまり聞こえなくなっていて。 いやこれなんか突然クラッシュが来るんじゃないかなと思ってあの僕はちょっと非常に怖いなと思って見てたんですよね。うん、なるほどありががとうございいますす師先生いかがですかで通常国会はあの補正予算を最初にやった上に今年はあの当初予算案があの厚生労働省のミスで修正をするなんていうこともあってですねあの例によるスタートが遅いのに 年度内に成立したんですよねだから非常に審議時間が普通より短いんですよね普通なら4月に入ってですね暫定予算を組むとかなるような感じぐらいのスタートだったんだけど今年は統一地方選挙があるというので与党も急ぐし野党も急ぐしもう統一選はやらなきゃいけない。でその中で議論っていうのは日本の予算委員会っていうのはあの 予算のの本体の議論をあんまりやらないんです予算委員会っていうのは、えー、国会の中で一番 <coughs> 花形の委員会なので、えー、テレビカメラが入って放映される日も多いのでみんな目立つことを主したいですね、うん、であの目立つことっていうのはその時々の話題とかあるいは今年目立ったのは大臣の,あの言葉尻を捉えた批判とかですね。 だからあの本質的な議論がどこまでできたかということが一つともう一つの特徴は <laughs> 厚生労働省の統計の問題なんかありましたけどきちんと責任を明確にしたり <laughs> ミスを説明をしたり是正策を示すということをしないですよね。それから閣僚の <laughs> 政治資金問題なんかもありましたけど過去の例ならね山口さんが現役の頃だったら多分首が飛ぶような大臣が何人もいたはずなのに。<laughs> あのみんな何か説明しないで残ってるんですよねで役所の人も説明しない官邸は資料を出さないあの森掛問題の頃からそうなったけどあのモラルがが落ちてる気がしますねだからあの国会の役割が何かっていうのはいろいろあるんですけど非常にヌペッとした感じですよね。でそういうい中で一番問題はさっっっきおっしゃってたあの 一般会計予算の3分の1の歳出を占める社会保障の予算が本来ならば社会保障制度を維持できるようにするために改革をしなきゃいけない、うん、も,うもうとっくにそのタイミングがずれてるんだけども安倍内閣長いですけどそれは全然やってないんですよ。うん、で参議院選挙が今年ありますから今やる改革って全部その高齢者に負担増を求める改革でしかないわけです。 それをやると参議院選挙で票が減るでしょ。だからまたやらないんです。参議院選挙終わってどこまでやるか知りませんよ。その結果毎年自然増で二五千億円ぐらい増えてるんですけど、あのそれが止まらないで、えー、いわゆる段階の世代が後期高齢者になるんですよ。に二千二十五年にね。とその医療費が <coughs> 段階の世代の人たちの医療費って、あの皆さんの医療費の あの何倍倍倍も10倍もかかるんですよそれは全部皆さんが払うんですよ。あの国庫負担がないとあの維持できなないようになってるでそれどうするんだろうってずっと言ってるけど何もしないんですだから30兆円の,あの新しい新規国債は全然減らない。で消費税を上げるのにはみんなあの景気がどうだとか反対するから消費税を上げるために何兆円ものお金使うと。<laughs> で、どうするんだろうなと。あの、私は、私たちの世代は、今のままの制度が嬉しいでしょ、うん、あの、ね、本間さん。だけど、僕、もうちょっと下の方で、あれですけどね。だけど若い世代は。日本飛び出した方がいいかもしれない <laughs> っていうぐらいの。厳しい状況になるんじゃないですか。そうですよね。あ,よね確かにありがとうございます。そうですね、やっぱり、あの。 政権結構長いと思うんですよ、えー、で長い政権ということはそういうふうになかなか着手しづらい社会保障費というところも長い分、そのまま切り込んでほしかったなというふうに私は思っていて、うん、でも、またここで次の参議院選挙を勝つために、まあ、ちょっとそういうのも置いとこうかみたいになってしまっているのはわざわざ長くせっかくこれだけ長くあの首相をされているのであればそこにぜひ切り込んでほしいなというふうに今、お話を聞いて思いました、うんはい、それでは2つ目のニュースに行きたいと思います。はい